では最後に何か博報堂に質問したいことはありますか？そうですね。大手の総合広告代理店さんって数ある中で、結局差別化するっていう時になった時に、OB 訪問であったりとか、人の良さっていうところを最後に押し出さざるを得ないのかなっていうところは結構現状としてありまして、そこではなくて、博報堂さんの事業において、やはりここに強みがあるだったりとか、人事としてはこういう人間に活躍してもらいたいと思っているみたいなものがあれば、お聞かせいただきたいです。はい、私からの質問は以上です。浅井さん、まず結果の方もお願いします。志望動機が実は、すごく気になる、あれとして目立ってしまう、まず逆質問と言われる、何か最後に質問ありますかって聞かれたはずですね、最後、時に、御社の強みは何ですかって聞かれたら、御社の側はどう思うと思います？まあ、それを分かって志望してここに来てるんだろうっていう感じがします。そうですね、ちょっと用意できたんです。これって AI に例えると面接はすごく分かりやすくなるんですけれども、例えば私田中君のこと本当に好きなんだけど、田中君ってどういうところがいいところなのって聞いてるようなもんです。お前なんで告白してきたの？そうそう